お世話になっておりますフォトレシオでございます。一気に秋めいて寒くなってまいりました。皆さん体調大丈夫ですか？今風邪ひくとね、いろいろとめんどくさいと思うんで、皆さん体調管理には十分お気をつけくださいということで、今日は Vlog です。先日ちょっとお見せしたんですけれども、新しいカメラがやってきましたので、それを、紹介しておく回でございます。では行ってみよう。オープニングでたっぷり見ていただきましたけども、 GH5S を買いました。これ自体はね、2018年発売なので、まあ特別古くも特別新しくもないカメラです。ただまだね、新品は販売されておりますので、一応現役機種ですね。まずこのカメラはね、どういったカメラなのか簡単に説明しておきますと、パナソニックのマイクロフォーサーズマウントのミラーレス一眼。 GH シリーズっていうのはパナソニックのミラーレスシリーズのダブルフラッグシップの一つ、 GH シリーズ。その最新モデルが GH5M2 になります。でそれはね、今年発売になりましたね。その前の機種がこの GH5S なんですけれども、ちょっと特徴がありまして、まあ、GH シリーズといえば静止画も撮れるし動画も撮れるけど、どちらかというと動画に寄せた機種、ダブルフラッグシップのもう一つの片割れの G シリーズ、これはね G9 ですけども、は動画も撮れるし静止画も撮れるけど、静止画を中心とした、静止画に比重を置いた製品。この2つのね、フラッグシップがそれぞれ動画に比重、静止画に比重っていう、まあ、使い分けになっているわけですね。 YouTube ではね、動画のそのいわゆるデファクトスタンダード的な、まあ、カメラにでありました。今もね、使ってる人はたくさんいると思いますけれども、今はソニーのカメラを使われている方結構多いと思うので、一時期ほどの、まあ、勢いはないっていうイメージですね。で、ただそもそもその YouTube で GH シリーズがいわゆる一眼動画の世界でスタンダード的なね、あの地位を占めたのは、まあ、この前の機種 GH4 からじゃないかなと思います。世界で初めて 4K をね、内部記録できるようになったミラーレス一眼だったんですね、 GH4 ですね。それで YouTube 的にはね、このスタンダード機種と。でそのシリーズの最新モデルが GH5 でありまして、 GH5 は3機種あります。初代の GH5 が2017年、そして翌年にこの GH5S が発売になりました。で、まあ、先ほど言いましたけど、今年 GH5M2 が出たと。でこれまでの GH シリーズは動画に比重を置いたっていうふうに言ってましたけども、この GH5S はですね、さらに動画に寄せた機種です。 GH5 と比べてどう変わったかというとですね、まず手ブレ補正が省かれた、画素数が、GH5 2000万画素に対して1000万画素と約半分になりまして、高感度性能を高めたんですね。でさらに AF も速くなって、シネマ 4K ですね、 DCI の 60p も撮れるようになりました。でさらにそのカラーサイエンスもね、パナソニックの最新のものに対応するということで、その GH5 をより動画に寄せたモデルということができると思います。新機種のね、 GH5M2 が出たことによって、 GH5M2 はさらにね、その動画の性能とかを高めている部分はあるんですけれども、この GH5S もね、今でも現役の機種ということが言えると思います。 GH5M2 が出ている中というところで言うと、いささか中途半端感は否めないカメラではあるんですけども、なんで私がこのその中途半端なね GH5S をわざわざ買ったのかっていう話をね、していきます。先日のカメニューでもお伝えしましたけれども、ここにちょっと出しておきますが、パナソニックがね、11月4日に G9 Pro、GH5S、G9 Pro と GH5S、そして BGH1 向けに新しいファームウェアのアップデートを予告しました。この GH5S と BGH1 に対しては、HDMI での外部出力で、ブラックマジックデザインのビデオアシスト 12G という外部モニターに出力することで、ロー動画を出力することができるようになると。で、さらに、ブラックマジックローに対応するということが予告の中で発表されました。つまりこれでですね、 B ローが取れるんですね。ブラックマジックローが取れます。外部ロー出力、そして B ロー対応、そして実は持ってます 12G
ということでですね、まあここら辺が決め手になってですね、このニュースを見た瞬間に私は GH5S を発注しました。まあ中古ですが、そこまでしたビーローってなんじゃらほいって話なんですけど、まあこれはねブラックマジックが定義しているローファイル、動画のローファイルの形式で、例えば H264 の MOV ファイルを扱う際には、まあ、ビットレートとか収録形式にもよるんですけれども、あの圧縮形式にもよるんですけど、私のパソコン上では中間ファイル、あのプロキシファイルを作らないとちょっとサクサクとした編集できないんですけれども、で、まあ、要は重たいんですけど、圧縮ファイルって重たいんですね。基本的にはですね、重たい上に、10ビットまでですね、あの 色の解消は10ビットになります。ところがね、 B ローになるとあの12ビットで収録できて、ホワイトバランスも ISO 感度も後から編集、変更が可能で、その B ロー中間ファイルとかを作る までもなく、 4K でタイムラインが 4K のタイムラインでサクサクとこのパワーブックで編集できちゃうっていう、すごい軽いファイルなんです。ただその B ローが扱えるのはあのダヴィンチが主な、編集ソフトになります。プラグインがあればプレミアでも多分展開できると思うんですけど、まあダヴィンチを私使ってるので、 B ローがめちゃくちゃ相性がいいんですね。もうぶっちゃけ私はもう全てのカメラ、動画を撮るカメラは B ローに対応してほしい、はい、と思ってます。で正直ね、キヤノンもね、 C あのシネマイオスの C300 マーク2かなんか、マーク2かマーク3では B ロー録画収録できるようにしているので、キヤノンもやろうともできるはずなんですよ。 EOS R5 とかでも B ロー対応してほしい。 R5 が無理だったとしても EOS R5C、動画専用機、動画特化 EOS R5 がもし出たとするなら、それではやってほしい。でもしキヤノンが B ローに対応してくれたら、ここら辺のマイクロフォーサーズ関係は全部放出します、まあ、そのぐらい B ローで撮りたいというふうなことを、まあ、思っておりますので、なのでその B ローで扱いたいので、現状 B ローが撮れるのはこれ今撮っているブラックマジックポケットシネマカメラ 4K だけなんですね。僕は手持ちのカメラで B ローが撮れるのが、で B ローで撮ってるわけなんですけど、ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K 画質はめちゃくちゃいいんですけど、なんせねオートフォーカスが使い物にならないんですよ。一応できるんですよ、オートフォーカス、オートフォーカスボタンっていうのがカメラの背面についてて、それを押すとなんとなくコントラスト AF でね、こう合わせてくれます。ただ今この状態だともうカメラの背面に手が届かないので、フォーカスリングを回すしかないことになってですね、この特に一人でワンオペで自撮りの動画を撮るときとか、まあ大変なんですよ。いろいろと裏技はあるんですけど、裏技を駆使すればできなくはないんですけど、まあこの顔認識とかをしてくれるわけではないので、自動追尾とかも一切しないわけですね。全自動ってわけにいかないんで、はい、というわけでですね、こうワンオペ自撮りの動画を撮るときにはめちゃくちゃ気使うんですよ。そして喋るのに夢中になってピントがおろそかになるってこともまあ多々ありました。これまでの動画であれなんかピント甘くねみたいなのがもしかするとあったかもしれないですけど、それはこの BMPCC4K のせいです。画質がねどんだけ良くてもピント合ってなかったらもう動画としてはもう終わっとるので、 BMPCC4K の AF がまともになるか、まあ、まともに AF できる、 B ロー出力できるカメラ欲しいなーって常々思ってました。まあ、我慢して使っているわけですね、はい、ただこれが仕事で私がフォーカスをねいじる分にはあのすごいいい機種なんですよ。ただワンオペの時に限りこう凄まじく使いにくいカメラになります。で実はこの 12G を使えば他のカメラ、例えばニコンの Z7、Z6、 あとはシグマの FP、 あとは富士の GFX100、100S あたりはですねB ローでこれが収録で、これで収録できます。Z7、Z6 ぐらいあたりだったら、オートフォーカスもまあまあまともでしょうから、Z を買ってやるっていう手もなくはないんですけど、レンズから何からマイクロフォーサーズどっぷりなので、まあ、要はマウント増やすのはね、本当不経済なんだよね。まあその AF が不便っていうだけのためにマウントを増やしたくなかったので、まあ我慢して使ってたわけですよ。なので、その先日のそのパナソニックのファームウェアのアップデートのね、お知らせがの福音に。はい。荷物届いちゃった。すいません、荷物が届いちゃった。何の話だっけ。何かな、何かなというわけで。
これ意外とちっちゃいんだな。ファルコンアイズの P12 っていうフォーカシングライトですね。ちょっとこれのレビューをちょっとずつやります。はい、何の話だっけ。はい、だからですね、そのパナソニックの発表が福音、めちゃくちゃ福音だったわけですよ。かねてよりオートフォーカスがまともなブラックマジックローが撮れるカメラが欲しいなって思ってたところに、この GH5S が対応するぞという発表、突如現れたわけですよ、このね、理想のカメラが。幸いこのブラックマジックのビデオアシスト 12G 持ってる俺。あれ、しかもね、この GH5S ちょっと前の3年前の機種ですから、値段もこなれてますし、中古も頼む数がめちゃくちゃあります。中古の数的にはダブついてるほどはないんですけど、まあ流れてきます。値段もこなれた13万円、これ買うでしょポチッというわけで買ってしまいました。まあ、ただね、こうこのブラックマジックポケットシネマカメラ 4K のように、本体のみ単体でのブラックマジックローの収録は無理なので、これとこの 12G を組み合わせる必要があるわけなんですけれども、こういうワンオペ自撮り動画の際には手元にこのモニターを置いて録画もコントロールできますし、ピントもねちゃんと確認できますし、すごい便利じゃん。しかもブラックマジックローで撮れる。ただまあこれまだそのファームウェアのアップデートは来てないので、今の段階ではそのブラックマジックローは撮れないんですけど、それまでにこの GH5S に関してね、習熟しておこうということで、ちょっと早めに買いました。というわけでね、以上が私が今更 GH5S を購入した理由でございます。で、今後はこの GH5S、そして BMPCC4K、これらをね、駆使しながら動画を撮っていきたいと思います。こういう定点はやっぱりこれが便利だよね。この本当にオートフォーカスがちゃんと効くのは素晴らしい。で、実は前回のカメニューはこいつで撮ってました。はい、というわけで今後より動画のクオリティを、 Vlog のクオリティをね上げて、いろんな動画撮っていきたいと思いますので、また遊びに来てくれたら嬉しいです。では今日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。